マーク・アラン・ヘンドリクソンは、アメリカの元プロ野球選手、元プロバスケットボール選手。野球では、メジャーリーグの投手として328試合に、登板しているほか、バスケットボールプレイヤーとして、NBA で114試合プレイしたこともあり、さらには、テニスプレイヤーとして、高校時代は、州代表となったこともある、異色の経歴を有している。 ワシントン州立大学卒業後、MLB、NBA 両方のドラフトで指名され、しばらくは二足のわらじを履いていたが、2000年以降は野球一本に絞り、2002年8月6日にトロントブルージェイズでメジャーデビュー。2003年6月22日のモントリオールエクスポズ戦では、ブルージェイズの投手としては初めて本塁打を打った。2003年12月14日、 ジャスティン・スパイアー投手とのトレードで、サンディニンと共にタンパベイ・デビル・レイズに移籍。2006年6月27日、ディオナー・ナバール・ホシュとジョザイオー投手とのトレードで、トビー・ホール・ホシュ及び金銭と共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍。2008年1月16日、フロリダ・マーリンズと1年契約を結んだ。2009年から2011年までは、ボルティモア・オリオールズと1年契約。 オフに FA というのを繰り返し、2013年にもオリオールズと1年契約を結び、マイナーで40試合に登板した。同オフ、FA となる。2014年は独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションに所属。2015年1月30日にオリオールズとマイナー契約を結ぶが、3月16日に解雇され、31日に 野球からの引退を表明した。1996年の NBA ドラフト2巡目2医師名で、フィラデルフィアセブンティシクサーズ入団。以降4シーズンの間、サクラメントキングス、ニュージャージーネッツ、クリーブランドキャバリアーズと毎年チームを変わりながらも、NBA 選手として活躍。4年間で114試合に出場し、平均3.3得点、2.8リバウンド。 ポジションはフォワードだった。ありがとうございます。